地震。びっくりした、いきなり。一瞬だった。直下型かな。びっくりした。どこだろうね。ショータが動いたのかなと思ったら揺れたからね。結構揺れたよ、ね、今。ショータは直下型だよね。直下型だね。遅いし。大丈夫ポ。ポさん、多分大丈夫だったと思う。もう一瞬だったね。ここつけてくれたの頼んだのこれ。ああ、こういう時のためにね。うん、そうそうそう。よかった。他やってんだよ、お母さん。ちょっと。他の番組。震度いくつぐらいだっただろうな。1。1か。いやー、1よりあった気がしたけどな。ほら。はい。いや、どこでもやってない。やってない。あの、緊急速報も来なかったし。あ、来た。来た、来た、来た。来た福島沖だったみたいですね。おかしい、今の揺れ方。だから。でもなんか、5秒ぐらいだったよね。紛らわしい地図が。あ、これ、これ天気か。ミシミシ、ドンって感じだったよね。そうだかと思ってた。なんか5秒ぐらいで終わったよね。うん、怖っ。地震は嫌だね。なんか、すごい地震とか来たら怖いよね。ちょっとやばいよね、あちこちで来てるから。だから。怖っ。サムラシクスか。中通り。宮城県だね。宮城沖？じゃあ、北部だから。でも北部か。南部じゃなくて北部。うん。岩手あたりじゃないの？いやでも2はあった気がしたよね。そうか。いや1ではなかったような気がする。1ではないな。そうか。だけどそれは失礼いたました。福島以外は揺れてないの？なんかね、そうだね、福島だけどね、これ出てるの直下型みたいな揺れがずっとね。だからね、仕事言うように直下じゃないの。あれマグニチュードいくらだったっけ、忘れちゃったの。あ、南会津1なんかすごい。マグニチュードもでかいと同じ震度でもパンチがあるんで。5じゃなかった。5だよね。うん、なんか縦だったよね。なかなかだったかも。縦だったよね。揺れ。うん、びっくりしたもん。聞いてみようか。マグニチュード5だと結構大きいよね。おやすみ。5だね。縦に揺れ感じだよ、結構。うん。深さ20キロだし。押し上げられる感じがした。押し上げられるっていうか。あ、起きちゃった。はい、朝になったんですけど、暗いですね。まあ、7時15分ぐらいですけど、7時15分とは思えない暗さです。これを飲んでみます。紅茶。ゴールデンチップス。こんな感じのやつです。すごい。めっちゃ高級な感じになってますね。中身こんな感じになってますね。めっちゃ匂いがすごい。うん。すごいの、本当に。めっちゃいい匂いする。てか、こんな離れても匂いするもん。本当だ。すごい。高級なやつじゃない？なんか結構固まってる感じです。綺麗でしょ。あ、いい匂い。あと俺やりたい。やってじゃん。翔太の方がこぼさないんじゃない。うん。お、良さげです。こんな感じ。めっちゃいい匂い。
やつバーム。へえ。切れ端が売ってるやつ。あ、そうなんだ。これ1枚と、うん、これ1枚とこれ2枚とこれ2枚どれがいい？どうしようかな。一番下2枚かな、じゃあ。一番下2枚？うん。シェイプオブユー。あ、すごいうまい。すごいうまいね。香りがいい。高級なやつでしょ？うん、高級な時あるね。美味しいです。香りがいいっす。はい、今日のコーヒーブレイクじゃない、ティーブレイク。タローワンのバームクーヘンと、なんだっけ、ヨークのホテルブレッドです。なんか試食のパンみたいなやつ。今焼けたので食べてくださいってもらった。ちゃんと袋に入れてくれるのね、今時は。食べてみます。あ、うまい。じゃあこっちも。新の頃はホテルプレッドいつも買って食べてたんだよ。うん、めっちゃうまい。やっぱり専門店のバームクーヘンってだけありますね。めっちゃ甘みが強いわけではないけど、なんか素材の味がちゃんと卵の味とか出てて美味しいですね。これ切れ端だけで安く売ってんだ。そう、形が不揃いなだけでかなり安くなってるみたいです。製品になんないんだね、こういうのは。あれ、まさかタイムラプス撮ってたのに。やべえ、もしかしたら電源がなくなったかも。いや、当分充電してなかったからな。充電なくなってしまいました。そういえば昨日 20% ぐらいだったんだな。20% の計画出てたの今思い出した。充電しとけばよかったっていうか、忘れてました。こんぐらいでいってみよう。お、なんかこんぐらいの引き方の方が匂いがいいかもしれないですね。よし、蒸らして。結構もう乗ってる。薄めな感じに入れてみましたけどね。あ、うまい。全然薄くないよ。あ、ほんと？すごいコクあるよ。あ、ほんと？うん。うまいね。うまいね。すごいコクある。おいしい。これ一口で食べない方がいいよ。めっちゃおいしいやつ。メーカー忘れたけど、ブランド忘れたけど、めっちゃ高いやつ。あ、そうなんだ。もらいました。こんな感じのやつです。ケーキの周りの、なんだっけ？あ、私が思うにはだよ。ああ。ケーキの周りにパリパリコーティングされて、ピノの周りよ、ピノの周り。ああ。ピノの周りのチョコレートの塊みたいなやつ。わかる？だそうです。食べてみます。おんま。美味しいんだよ、これ。もう中が柔らかくて。あ、本当にすごい。でしょ？めっちゃ甘いね。コーヒーとこれ以上ない相性って、食べるもののたびに言ってるけど、本当にこれは最高の相性だ。今せっかくなんでキートップを洗ってます。よくね、スマホの画面とかマウスとキーボードって便器より汚いって言われるんでね、定期的に洗っとくこと。あと、ほこり地獄だったんで、これはこれでちょっと掃除しようかと思いますね。どうせなんか、すごいアップロード時間かかりすぎて、多分当分作業できないんで、キーボードちょっと掃除するいいタイミングですね。ちょっと落ちると怖いんで、ザルでやったんですけど、まあ結構いい感じですね。結構洗えてます。よし、とりあえず、これで乾かしておきます。なんか洗えてよかったですね。じゃ、これちょっと布団乾燥も兼ねて、布団乾燥機でちょっとね、心配なんで、中温で、中くらいの温度で、いきます。
もうちょっと話してた方がいいかな。直で当たんないようにして、なんとなくこう布団の中、布団、こう、掛け布団かけて、布団も乾燥できて、ヒートポン乾燥させてっていう感じにできればいいと思うんですけど、これはどうやって掃除しようかな。このね、スイッチとスイッチの間、このアルミの筐体の部分に結構ね、ホコリが溜まってるんですけれども、これはどうやって掃除しようかちょっとね、考え中です。一応ちょっと軽くアルコールで拭いてみますか。いや、遊んでたじゃん、これで、チミチミって。うわ、すげえ暴力。これだってポンがやったんだよ、チミチミってやって、これこれこれ。楽しく。怖いんですけど。ねえ。暴力インコ。はい、最後。危なくない、爪楊枝。怖い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 。え、それ楽しいの怒ってんのどっち？これお母さんが拾うんですか全部。息子、ほら。すごい怒ってんじゃん。一人息子パート2。もう、楽しいって言うから用意してあげたのに。これ、ポンがやったのに。なんでそんな怒ってんでしょう。夕飯です。あんかけ焼きそばと餃子です。うまそう。うまいです。いや、うまいな。うまいでしょ。うまい。ラー油と胡椒プラスすると美味しいです。おー、うまそう。柔らかいかてん。大丈夫、それ結構前に出たやつ何であるんだろう。いつのやつ？わかんない。みんな味だったら食べないで。うん、うまい。さてと、キートップどうでしょう。お、あったまってる。いい感じに乾燥できたんじゃないでしょうか。さて、じゃあちょっとここにキーを戻していきたいと思いますけど、この iPhone 13で初めてのタイムラプスをちょっと撮ってみたいと思います。タイムラプス撮りながらキートップ取り付けます。はい、じゃあこのキークローン K3 の画像を見ながらやってみましょうか。ちなみにこの前この前発見したこの俯瞰撮影のやり方でやってみますか。せっかくなんで、この自撮り棒というか、なんかスマホを持つためのグリップとして買ったなんか棒みたいなのがあるんですけれども、結局グリップを使わなくて、全然全く使ってなかったら、このグリップの、お尻のところに三脚穴がついてるのを発見して、これもしかして三脚につけたら俯瞰撮影できるんじゃないかと思ったら、案の定俯瞰撮影ができたというものでございますけど、ちょっとこれを使って、これない方がいいかな。どうやって、あ、ここが。とりあえず、これでやっていきたいと思いますね。照明。今度は照明だな。照明もこれ壊れかけてきてるんで。よっ。あ、これでいっか。OK です。できました。いい感じに綺麗になったんではないでしょうか。なんかこの下矢印と V が、ごっちゃになったりとかして、結構大変でしたね。あと、いろいろなんか、ここら辺のなんか、なんて言うんでしょうね。このカッコとか、こういろいろアスタリスクとか入れる、ここら辺のキーの、あれが大変でしたね。アルファベットとか数字とかはね、簡単なんですけど。まあ、結構、何分くらいだ？でも意外とね、10分足らずぐらいで終わりました。ちょっと、表面をアルコール消毒をして、終わっときます。よし、いろいろ汚くて申し訳ないんですけど、これ、これですよ、久々に出すんですけど、いつぶりなのな、これ。これ、崩壊しそうだな、上が。ちょっと、勢いで引っ張ってみます。怖いな、後ろでもクッション系だから、上。落ちてきて壊れはしないと思うけど、あー、これやば。
ほこりが尋常じゃないよ。よし、これ、あの、結構1年ぐらい前に結構動画に映ってましたけど、どこに置こう、三脚。覚えてる方いらっしゃいますでしょうかね、これ。うわ。これっすよ。HP の、これデスクトップっていうか、こう、サーバーみたいなやつで、前使ってて、で、あの、ちょっとね、あの、これ、結構中にアクセスできて、こう、いろいろね、あの、カスタマイズできるから、あの、MacBook じゃなくて、これをメインにしようと思って、いろいろね、カスタマイズしてて、メモリーを足したりとか、SSD もね、あの、積んで、結構ね、カスタマイズしたんですけど、それでもなかなか早くならなくて、よく考えてみたら、もう CPU とか、変えたりとか、もう動画編集やるならグラボとかを積まないといけないよなって考えて、もうそしたら一から組んだ方がいいじゃんってなって結局断念したんですけれども、ここでね、この HP のなんてやつしちゃったっけね、これ。めっちゃ埃がやばい。メイドイン、東京。東京なんですから、本当に東京で作ってるのかわかんないですけど、ありましたね。コンバックプロ6300ってやつですね。はい。よいしょ。業務用というか、なんか、あの、会社とか学校で大量によくあるじゃないですか。あの、大量に同じものを、あれして、使うやつなんですけれども、ハードオフでめっちゃ安く手に入ったんでっていう感じで、手に入れたやつなんですけれども、これの中に、中開けると、もう埃がこれやばいね。埃が、めっちゃやばいんですけれども、ここにこう使ってない SSD が潜んでます。はい。メモリとかもね、これ4枚ね、8ギガ4枚だっけ挿したんで32ギガぐらいあるんですけど、でも使ってないですよね。もうこれだけで多分、あの1万ぐらいしたんで、ちょっとこれどうにかしたいですね。もったいない。あ、これです。サムスンの SSD。これ本当はね、HDD が、ここに刺さってたんですよ。これですね。この SSD、あ、違う、HDD が刺さってたんで、HDD のところに無理やりこう、SSD を差し込んでて、もうすごいこうガバガバというか、まあ、本当はね、あの、アダプターみたいなのつけないといけないんですけれども、ちょっとそれがなかったんで、これ、このまま取り付けてるって感じのやつなんですけれども、本当は、まあ、この状態見て、お分かりだと思うんですけれども、本当はここに OS とか今全部入ってて、もともとはこっちのハードディスクに全部この、あの OS ですとか、ま、いろいろ、基本的なデータ入ってたんですけれども、これにね、速度速くしようと思って移行したんですけれども、結局使ってなくて、で、今結局起動するのもちょっと面倒というか、ケーブルとかも結構必要だし、結構モニターとかも別にこういろいろやんないといけなくて、なかなかこれ、これ起動するだけでもめちゃくちゃ大変なんで、これ取り除いて初期化しちゃおうということなんですよ。と思われる方いらっしゃると思いますけど、1年使ってないんだから、1年使ってないものはいらないという考え方でもう、この SSD は初期化して Mac で使っちゃいます。これ 1TB もあってね、これ1万ぐらいしたんですけど、ほんとここに忍ばせとくの本当にもったいないんで、もういいです。これもう Windows 入ってるんですけど、もう初期化して Mac で使います。っていうのもね、これどっかにね、リカバリーディスクがあったんですよね。リカバリーディスクがあったので、まあ、もしもなんかあった時はそっちから復元できるんで、もう、その中に入って、大したデータも入ってないし、これ、こいつの OS だけのために、この、せっかくの 1TB の SSD、これちゃんと現役で使えるやつなんで、これを、やっとくのはね、もったいなすぎるということで、もう、抜いて、初期化しちゃいます。本当はね、これね、これで抜くのも多分、あんま良くないと思うんですけど、もう抜いちゃいます。来ました、サムスンの 1TB SSD、 はい、これをゲットしました。とせっかく出てきたことなので家族に見せます。このスポンジに秘密があるんだね。これは振動を吸収する用のこれが SSD で、これここのケース入んないけど、ハードディスクだとこんな感じになってでかいでしょ、全然。で、それが SSD になるとこれになっちゃうよって。これ500ギガなんだけど、これ1テラなの。で、SSD の方が早いの。閉めんの。そうそうそう。で、
これはさ、中にこうハードディスクって名前の通りディスクが入ってるね、中に。ディスクが入っててモーターで回して読み込むから音がするんだけど、SSD はディスクが入ってないからめっちゃ静かってやつ。で、SSD の方がはるかに速いの。速度的では。で、これはケースなの。ん？こうやって使うの。そう。そうなんです。はい。そんな感じ。ちょっと家族に SSD を今からちょっといろいろやるんだって言ったら、どんなものか分かんないから見せてくれってことになったんで見せてましたけど、これ一応家族に借りた、SSD 用のね、あのポータブルケースですね。これいつか自分でもね、買いたいですけど、よく言えばこれ C2C のなんかこれ、あれですよね、ハードディスクによくあるポートですけど、なんて言うんだっけかな、このポート、なんて言うんでしょう。ちょっと分かんないけど。ハードディスクでしか見たことないポートなんですけど、これと USB-A なんですけど、C2C のケースが売ってたんで、いずれそれをゲットしたいと思います。はい。で、あ、ちなみにこれサムスンですね。サムスンの SSD。これをセットして、で、PC に繋いじゃいます。でもここからね、初期化しちゃいたいと思いますね。もう1テラ、さすがに1テラは食わないだろうと思うんで、でこの500ギガの方もね、ちょっといずれ整理しないといけないですねっていう感じですね。ここか。よし。つながりました。これちなみに、オリコって言ってですかね。オリコっていうところの、SSD ケースです。じゃあ PC やっていきましょうか。さあ、どんな感じでやればいいんだっけ。まず、認識してないな。おい。認識してません。あれ。ちゃんと刺さってない。よ。そんなことはない。なんで認識しない？あれ？なんか認識しませんね。何時でしょう？よいしょ。ガチッと。なんか認識しませんね。このエクストリーム SSD っていうのは、このポータブルの方の SSD のやつなんですけど、ダメみたいですね。ちょっと違うポートに挿してみます。なんででしょう。このあの SSD ケースのこのあの、LED、あ、来た。アンタイトルド。で、これにいろいろ入ってるんですよね、データが。ちなみにこれって見れるのかな ?Mac で。Windows、全部 Windows で作ったデータなんですけど、多分ここら辺のなんか真っ白になってるファイルはおそらく見れないファイルなんでしょうね。Mac のあれじゃ。そう、このパソコンでちょっと CAD を使ってて、あ、でもそうだよな。CAD が入ってないと使えないよな。そうですよね。まあ、ここら辺全部いらないデータなんで消すんですが、ここら辺は CAD か。もうほぼ CAD ですね。CAD が唯一、使えるソフトだったんで、CAD ぐらいしかないんですけど、素材ってなんだろう。あ、一応なんか、ビデオ入ってますね。これ昔、あれですね。昔に、多分このパソコンで編集しようと思った YouTube の素材が、昔編集しようと思った、このパソコンで編集しようと思ってた YouTube の素材が入ってます。うん。去年、1年以上前ですね、だから。このデスクがあるから、去年の10月以降か。まあそんな感じですけど。まあこれもいらないっす。これ、なんか DIY をしようと思ってた時のやつですかね。あ、なんかこれあげた気がする。なんか作ったんですね。なんかこれ DIY にあげたぞ。あげた記憶があるけど、何作ってたんだろう、これ。途中までしかないか、まさか、素材が。なんか気になるな。何作ってたんだろう。なんか見覚えがあるな。モニター台だけかな。なんか作ってたんですよ。
取り方下手ですね、この頃本当に。さっきキャラいた。どれだと見てないの。何を作ってたんだ一体。あ、わかった。ハンガーラックかなんかでしたね。多分この、棒を使って、多分これあれですね。DIY チャンネルの一番最初の、あれでしたけど。結局このパソコンで編集してできなくて、Mac でやったんですよね。まあ、いや、これはいいとして。とりあえずもうね、これ初期化しちゃいましょう。で、初期化ってどうやんだろうな。そういえば。はい、ということでちょっとやっていきましょう。このバッファローさんのページを見ながらやっていきます。外付けハードディスク SSD のフォーマット手順 Mac。Mac のやり方ということですが、わかりました。アプリケーションからユーティリティを開いた、さらにこのディスクユーティリティっていうのを開くらしいですね。そうするとこの画面に飛ぶらしいです。で、ここのところに、今ね、その、ディスクユーティリティを開いた画面がこれなんですけれども、ここのサイドバーのところに、表示されているのが今接続されている、Mac に接続されている外付けの、ドライブでございます。このエクストリーム SSD が今自分使っている、ポータブルの SSD。で、今回初期化しているのはこっちですね。ディスク 3S4 ってやつ。これを、消去したいんで、削除っていうとこを押しますね。ここっすね。押します。はい。で、名前、任意のドライブ名称を入力します。もうここで決めちゃうんだ。ここで決めてしまうんですね。何にしよう。SSD。何にしよう。日本語になってた。よし、これでいいか。フォーマットどうしようかな。このバッファローのページに書いてあるのにしてみますか。MacOS 拡張、ジャーナリングっていうのになってますけど、これか。これでいいのかな。他に何があるのかな。これでいいか。MacOS 拡張。とりあえずこれで行きましょう。はい。で、削除。さあ、これで行ってくれるかな。さあ、これでうまくいけば、この SSD は、Mac で正常に使用できるようになると思うんですけど、どんぐらいかかるんですかね、これは。データはどんぐらい入ってんの？今見た感じ3分の1ぐらい入ってた気がしたんですけど、どうでしょうか。お、OK か。チェックマークが入った。お、OK？ もう OK 欲しいのこれ。どう？あ、もうこれで使えるんですかね。あ、来た！使える。やった。来ました。お、やった。ちゃんとサムスン SSD 1TB がちゃんと認識してます。やった。こんなものが眠ってたなら早く使えばよかったって分かってたんですけど、今のめんどくさくてやらなかったんですよね。いや、よかったです。いや、この、まっさらな状態気持ちいいですね。こっからデータが 1TB 使えてしまうという。これめっちゃ嬉しいですよ。